皆さんこんにちは。受験勉強頑張ってる人、引き続き頑張れ。受験合格した人、本当におめでとう。素敵な春が訪れますように願ってます。ハリーです。ボンディラッシュ、楽しんでかい。今回なんですけれども、テテトビ国者、登場キャラで育てるべきって誰なの？早速やっていこう。いやいや皆さん、工場キャラクターとか星をキャラクターゲットする機会が最近多いんじゃないですか。昨年のブラックフライデーガチャとかも含めますと、星をキャラクターだけで10体20体新しくゲットできたっていう人も多いんじゃないでしょうか。そんな工場キャラたちはサポートとしてむちゃくちゃ優秀な働きを見せます。そんなサポートでも活躍できて、ワンチャン環境でも使えるよみたいなキャラクターを今回はご紹介していきたいと思います。早速やっていこう。それでは属性ごとに紹介していきましょう。まず赤属性はこちら。いや、このキャラクターたちを育てておけば問題ないで、どんな共通点があるかと言いますと、ここにいる全キャラクターはタグが4タグ以上あります。例えばこのスネークマンだったら、ゲッターマギャラ超人戦力能力者めちゃくちゃあるよね。ルビー系は絶対育ててほしいっていう定則もあるんですが、まあそういう細かいことは一旦置いておいて、とりあえずここにいるキャラクターたちは絶対育ててください。全員4タグ以上あるのでおすすめです。まあ最初どうだったらこのシャンクスとか、あとこういうバギーとかね、4タグ以上あるので絶対に使えます。そしてこの工場キャラクターたちっていうのは、ホームの画面から交換所で入れるバトルポイントっていうところからね、ここで交換することができるんだよね。赤属性緑青全部交換できます。毎日こうやってね、かけらを交換することができます。これもコツコツ交換していってね。みんな無課金の人はこれやるしかないよマジで。そして赤属性の中で特に育てた方がいいよっていうキャラクターを紹介しますと、こちらの3列のキャラクターです。よかったらみんな参考にしてみてください。まあ、先行基準としましては、ルフィは絶対育ててね、ディフェンダー、ゲッター、アタッカー関係なく育ててください。そして2つ目にゲッターキャラクターを育ててください。スネークマンもそう、アカローとかもそうだし、このカクとかもそうね、このセニョールピンクとかもそうです。育ててみてね。その他いたらいいよっていうキャラクターとしては、このボートガスディエースね、オリジナルキャラクターなんですが、これはコーラで交換することができます。このコーラで交換することができるキャラクターの中ではむちゃくちゃタグが多くて、アタッカーとかグランドラインも持ってて結構使いやすいキャラクターになってます。よかったらね、サポートされたいよっていう人はこのポートガス DS 入れてみるといいかもしれません。コーラキャラクターなのでかなり早く育てられます。さあガンガンいきましょう。続いては青属性です。それがこちら。青属性のキャラクターたちでございます。青属性の中でどれ育った方がいいですかって言われたんで、この4列のキャラクターを絶対育ててください。まず転校基準としては、さっきも言った通り4択以上のキャラクターたちになってます。ぜひ青属性でどれ育った方がいいのか分かんないっていう人は、この4列のキャラクターを育てるようにしてみてください。さあここからですね、さらに絞っていったおすすめ工場キャラクターは、それがこちら。はい、これですね。ちょうど3列分っていう感じですかね。1列と1体なくなりました。まあ先行基準としてはルフィを育ててください。工場キャラクタールフィね。その他で言うとゲッターキャラクターかな。ゲッターキャラクターロビンとか多いんで、ロビン育ててください。そしてチョッパーも育てると絶対いいです。このチョッパーに関してはゲッターで優秀すぎるし、タグがねむちゃくちゃ多いわけよ。もう本当に使うとこしかないので、このチョッパーは絶対育てるようにしてね。あとこの雪チョッパーもそうね。雪チョッパーに関してはボスバトルとかで結構使えるキャラクターになってるのでおすすめです。よかったら作ってみてください。さあ最後にやっていきましょう。緑属性はこちら。緑属性育てるといい工場キャラクターはこんな感じですね。まあ、タグだけじゃなくて環境で使おうと思ったら使えるようなキャラクターもランクインしております。それがですね、オロビとかそうかな。まあ、私の愛しのオロビちゃんなんですが、このオロビに関してはスキル性能とかももちろん、ダッシュ速度がむちゃくちゃ速いんでね、多分バウンティー界で一番なんじゃないかな。かなり優秀なキャラクターになっております。いやー綺麗。そして緑属性の中で育った方がいい特におすすめなキャラクターはこちら。はい、3列と3体なくなりました。ですね、こんな感じのキャラクターになっております。まあ、なんてかっていうと、特にねゲッターキャラクターたちは絶対育った方がいいです。そしてルビーも絶対育てましょう。その他緑属性になってくるとね、昔の弱いキャラクターたちも入ってくるんでね、例えばアルビダとかもそうだし、このペローナとかもね超使えるから、ゲッターグランドラインが入ってて、はい、優秀です。そして僕ブースト振ってるんですが、このニコロビンもね、アタッカーグランドラインとめちゃくちゃいろんなのついてて、これも優秀。そしてこのブルックもね優秀ですから、絶対作るようにしてください。特にこのボンクレとかもそうかな。ボンクレもよくガチャで当たるじゃん。このキャラクターいいキャラクターなんでね、みんな作ってみてください。そしてこのベビーバービーに関しては圧倒的なボスバトル用キャラクターになっております。ボスバトルで活躍できるキャラクターっていうのがいて、それがこちらです。はい、8体くらいいると思うんですが、全属性でボスバトルで活躍できるキャラクターたちになっております。もうね、この工場キャラクターたちを使っておけ
ば、いくら無課金とはいえマジでボスバトルのランキングとか上位に入れるキャラクターになってるんで、はい、よかったら使ってみてください。特におすすめなのがこの伊蔵です。私愛用してる伊蔵ちゃんなんですが、短縮させればむちゃくちゃ早く使えるのでおすすめです。緑属性だったらルッチかな。ルッチのねスキル1の方の志願オーレン、これもむちゃくちゃ強いからスキル1短縮で使うことをおすすめしちゃいます。赤属性だったらモンキーディルビーのフィルムレッド、これかなと思います。それか今だったらこのカポネベッチね、これ育ってないんですがベッチはねむちゃくちゃ早いよ。このスキル1の方が短縮スキルで20秒になってて、クリティカルとか増加させればねすぐ使えるんで、でしかも超多段なわけ12段で、だから圧倒的な速さがあります。ぜひボスバトル用で育ってみたいよっていう人はこのキャラクターたちを育てるようにしてみてください。さあでは工場キャラクターで現環境でも使えるキャラを使っていきましょう。今回使っているキャラクターはこちらです。レイジュ含めましてモネとミスタースリーも情報修正されたキャラクターになります。その他フラノスケとコビーも使っていきます。フラノスケはですね工場キャラクターの中だと一番火力が出ます。 KO しやすいキャラクターになってます。そしてこのコービー、もうコービーも超強いからちょっととマップを見たりとかして大変なんだけど使いこなすと結構楽しいキャラです。このレイジュさんはイバズモかな、綺麗です。あ、違いました、めちゃくちゃ強いです。レイジュもみんな使ってみてね。ピンクホーネット最強です。それでは早速やっていこう。一戦目お願いします。レイジュ使っていきますよ皆さん。今回はですね工場キャラクターの動画を撮っていくんですが、まあいろいろと、はい、あのいろいろ時間に分けまして使っていきたいと思います。まあいろんなステージがあった方がいいと思うしね。うん、まあ今回はここで、まあやばい、シールド使っちゃったな、もったいねえな今の。シールドがさちょっともったいない、回避して、ピンクホーネッツラブ、はい、ありがとうございました。完璧ですね今のは。危ない、これ取っちゃって回復してシールド、ナイス。さあレイジュさんで完璧な立ち回りしていきますよ今回は。まずこれもうスキューに使ったでしょ、見えてるよ。とりあえずピンクホーネッツラブを打ちたいんで、これは毒を付与したい。回避した、見えてる、カウンター使うんじゃない、カウンター使ってシャックス、味方のシャックスがやられました。さあどこで打つ、ここバッチリ、ナイス。無敵スキルになってるのでかいけど取られんじゃないこれ、行くぜピンクホーネッツラブ、無理でした、すいません。これはどうしよっかな、味方のまあ守りたいところではあるんだけど毒が結構効いてんじゃないこれ、ナイス、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃ強い。じゃあカイドの方で対処していくか、回避した、見えてる、回避して 1,2,3 毒付与できないか、無理か。じゃあちょっとここ無駄足になっちゃうかもな、ここ回避して、よしここ、いや待って、危ない、危なかった、これ倒せんじゃない、ナイス、でかい、毒毒強い、毒毒なのかなレイジュってさ悪魔の実食べてないよね、いや強すぎるだろレイジュ。じゃあこれ任せろ、私に任せなさい、私に任せなさい、ピンクホーネッツラブ打っちゃいますからね、見ててください、いきますよ、ここでこっちか、いや無理無理無理、ごめん無理っぽ、回避してピンクホーネッツラブ、ここよしよしよし、完璧、ワンパン強、ワンパン強、むちゃくちゃ強くない今の。やっぱさあのフェイントが大事よね、フェイントが大事、あのここで打つよ、ここで打つよ、まだ打たないよみたいな後悔して、ここは真ん中守っていきますよ、無理でした、なんで今使えないの、そろそろ敷地たまりますけど、ここ毒付与したい、ナイスナイスナイス、レイジュさん強い、ナイス、これは味方、味方でした。あの上の方の体力ゲージ見えないから味方かどうか分かんないんですよ、こっちからしてみたら、マジでそれ困る。まあまあでかすぎ、街道対策いきますか、さあ街道対策、ピンコーネツラブっていきますよ、取られんじゃない、取ったね、そうそう来んじゃない、カイドウどうだどうだ、んどうだカイドウ来ないな全然来ねえじゃないかカイドウ、マジか、これカイドウ用にこっち来てんだけど、みんな攻め込みすぎじゃない、大丈夫、キング行ってるよみんな、大丈夫、来た、これ来たけどどうする、ピンコネツラブ無理でした、すいません、これはやばいかもしれません、皆さん助けてください、急にピッチポンチでございます、これやばい、ナイスナイスシャンクスナイスシャンクスナイスシャンクス、これもう真ん中取れるから大丈夫だ、ありがとうございました、レイジ最強。さあ2戦目やっていきましょう、フラノスケ使っていきますよ。まあの皆さん工場キャラクターでフラノスケ使えるんですかってよく言われるんですが、めちゃくちゃ使えます、はい、よかったらこの使い方見ててください、多分ね参考になると思う。あのねフラノスケ超好きでめっちゃ使ってんのよ、だからね多分結構いろんなキャラクター KO できるんで、はい、自信あるんでよかったら見ててください。やばい、モチベじゃねえや、あのレベル上げすぎた、これはカバーしていきますよ、カイドウカバーしてんで、あーいここ、これよし、これよし、これよし、これ入った、やったねえみんな、
強いでしょ。これなんですよ、ゴリ押しができるんですこの人。あの回避して、あのなんか無敵やばい、これ無敵時間になってる間とはいえ、このね打ち続け、こういう 無敵打ってくるよ、無敵打ってきた、ここ完璧。さあどうしますか、吹っ飛ばしあるんでこっち、あー向こう行ったか、うまい、この使い方がうまい。無理です、それはもう無理、金回避して見えてる、1、2、3、ワンパンしていきますよ、せーの、ワンパン、完璧ね。あのジャスカイ必要だと思うけどジャスカイは必要だと思うんですが、こうやって倒していきます、フラノスケは、うん、で、あの基本的に攻撃力が上がっていくんで、ここ、あい強い、4万3000は強いよ、回避できないからね、このスキルってなかなか、わかる、このスキル難しいのわかる、個人的にフラノスケが怠慢で来たらもう無理フラノスケ使うのは得意なんだけど、フラノスケでやるのが無理っていうね、うん、やばいな、これやばいな、これどうする、見てね、回避できなくなりました、はい行きますよ、せーの、ワンパン、ありがとうございました、やばいでしょこのワンパン性能がやばいです、これもうスキルに入ったらおしまいだからマジで。ナイスオーデン、それはナイスオーデン、ただ今ランク的にはですね、1500位とか2000位とかそんぐらいだったと思うんで、はい、かなり使えると思います、このぐらい使えてれば大丈夫でしょう。どうこれ入った、マジか、それ避けられるか、スキューに残しておいてマムが来た時にマム用に使いたいんだよね、個人的には多分残り30秒くらい来るでしょう。来たね、ちょっと早く来たか、ブースト入った、いやブースト入ったか、いやおでんもブースト入ってんだ、これ上やばいな、いやどっち行く、これ楽しい、どっちしよう、あー下行った、下行ったか、じゃあ下ばっ、やばい3人やられてる、これは負けそう、ここでまずは援護してレイリーアタック、ナイス、会議者見えてる、一発いきますよ、せーの、わっしょい、オッケー、完璧完璧、あとこれ取れれば勝ちなんじゃない、強っ、待って超別ですか、フラノスケくん、さすがにシーズン序盤とはいえ強すぎませんか、相手超別ですよ、これやばいね、フラノスケ、ここやばすぎ、ありがとうございました。さあ使っていきますよ、コビー使っていきますよ、時は経ちましてコビーでございます、あのね1日から半日から経ちましてコビー使ってサーフ耐久していきます、皆さん見ててください、サーフ耐久していきますよコビーで、もう見てみんな敵、あのさっきはさ多分フラノスケの見てると思うんだけど、あのフラノスここ俺待ち、フラノスケの見てもらったら分かんないけどさ、あれシーズン序盤じゃん、でこれねシーズンだいぶ進んだ時なんよ、あの3月6日とかで撮ってます、はい、なので敵がねまあまあ強いわけで、その超別がいる中でどんぐらいいけるか、はい、これを見てってください、よかったら無敵入ったかな、無敵と一緒に向こう行って、マムちょっと早いんじゃないか、マムちょっと早いんじゃない、これ回復してあげたいよ、ここ取って無理でした、すいません回避使っちゃいました、すいません、ただいけるいける、体力がめっちゃあるんでいける、あとはここ回復して回避して、マムやられたか、これとりあえずは回復しちゃいます、1、2、はいもう一回1、2、3と避けちゃって、はいここはい OK バッチリ、さあねマムがあの一陣の方に行かないようにしておくっていう役目があります、コビに関しては、あのね基本的には引きつけるっていう役なんだよね、コビね、あの戦っちゃダメなんですが戦うときは戦うよっていうキャラクターなんです、なので一陣に来られたら多分もう負けてたんで、これはナイスカバーだと言えるでしょう、ナイス、さあここは回避してる、無理、ブースト中です、無理、絶対攻めない、ナイスキング、ナイスキングよ、さあこっちはどうするか、ウタと一緒、ナイスウタ、ナイスウタです、それはやっちゃってください、ユタちゃんやっちゃってください、やっちゃいないですけど、ないやっちゃった、やっちゃった、やっちゃったね、すごいウタちゃん、かっこいい、女性ですがかっこいい、あのそろそろレッドのプレミア見れるんで、あのアマゾンプライムで絶対見るからね、ユタちゃん、これは打ってくる、見えてる、危ない、ナイス、カウンター使った、見えてるよ、ウタちゃんやっちゃって、じゃあうわん、あーごめん、かぶった、マジごめん、あ絶対怒ってる、あの歌、あーごめんマジごめん、本当にごめん、じゃあこれはシャンクスが歌の方に使わないようにして、あのスキルを僕に使わせます、絶対絶対使わせる、これ絶対使わせる、回避した見えて、はい使ってくる、はい分かってますよ、こうやってコビーは大技を使わせるっていう役目もあるんで、よかったらみんな使うとき意識してみて、これやっちゃったね、じゃあこれやっちゃって、やっちゃってる、やっちゃってる、おいここ守るよ、ウタちゃん守っていくよ、ウタちゃんと2人でカバーして、無理です、ごめんなさい、ウタちゃん、あげました、あげました、ナイス、じゃあウタちゃんカバー、無理、ウタちゃん吹っ飛んでた、
歌ちゃん吹っ飛んでて、これやばいんじゃね。25秒しかないよ。とりあえずこれは敵陣の方に、いやーいけないか、捕まったか、これやばい、みんな助けて。3分ギリギリ耐久できない、多分これやられる。3人は無理、3人は無理、倒したい、無理でした、すいません、ありがとうございました。オッケーオッケー、ナイスカバーでした、ありがとう。さあ残り2人やっていきましょう。ミスターストリーでございます。多分ですね、青属性のキャラクターと合わせたいので後から撮るんですが、コビーがさっきの前の写真っていうかね、前の動画の方で入ってると思います。どんな試合したか分かんないんですが、個人的に高校どんな試合したか分かんないんですが、とりあえずうまくいっていることを願いましょう。今はミスター3を撮っていきますよ。皆さん、ミスター3の使い方としては使っていく前一言言っていいか、こっちのチームで勝てんのこれ、敵見てね、敵見て、今をときめく環境キャラクターたちです。こっち見て皆さん、はい、見てましたが、工場2に超無数1フィスゲ1、勝てません、これ勝てません絶対。3、はい、ここアイバチリーちゃん公開して1、2、どうキャンドルボール、なんだか分かんないよ。これ無理じゃないか、この試合いけんのこれ、会議して、危ない、ナイス。さあ回復するのでかいよね、味方が KO してくれたら。ここはどうするか、ここアイバチリー、ありがとうございました。旗に突き刺すっていうのが超いいよね。ただこっから大事なのが、私が守る切ることっていうことでございますが、マブが30取っちゃってんで、これもう無理じゃねえか、どうかつ、いける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 、ここで壁張って、とりあえず取っちゃう取っちゃう、取っていい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 、いける取っていい、回避して、ここは打ってくる、分かってる、ここ打って、じゃあこっち側に隠れました、取っていい、ナイス取っていいよ。さあみんな取っていくよ、みんな助けて、いやーナイス援護、あ、超ベースいたんだ、白ひげの裏カイドウか、ワンチャンいけんな、これワンチャンいけるぞマジで。ただこの工場軍団で勝てるかな、やばい、今見て会議してるか、僕会議してはただ間に合うんだな、ナイス、これ完璧。じゃあこれどこでキャンドルウォール打つかな、回避したら見えてる、ただ簡単効かない、ここはやばい、ナイスカバー、ナイスカバー、はい、オッケー、上からキャンドルウォールでございます、あ、ナイスナイスシャンクセ、これいけるな、これいけるな、このこういっちゃいやっちゃえ、白ひげ2体巻き込めよそこ2体巻き込めよそこは、とりあえずこれシャンクスがやられて回復して、ここは守りきりたいけど、いやただちょっとやばいんじゃないか、ちょっと待って、やばいんじゃないこれ、いける、これ無理じゃないか、ここ打って、いやナイス、グッドバッシャーでかい、回避して、オーケーバッチキャンドルウォールしちゃい、キャンドルウォール、オーケーバッチ発生さ、やばいやばい、助けて、なくなってる、すぐなくなってる、やばい、取られた、いけるかなこれ、間に合わないんじゃないのこれ、みんな来てみんな来てみんな来て、いけいけいけるんじゃない、え、取れるね、勝てる、やったー、勝った。さあラストもね使っていきますよ皆さん。ですね、多分今んところ青属性、緑属性、赤属性と来ていると思うので、この後コビー取るんですが、コビーはオート行きまして赤属性で一応、はい、この動画の最後になっていると思います。ですね、多分モネじゃこの試合3分耐えきれないです、はい、正直無理、ここは凍らせて、はい、バッチリナイス、ロジャー KO できたんでかいよ、1、2、はい、カッチカッチにしちゃいますよ、カッチカッチカッチにしちゃいますよ、カッチカッチ、はい、もう一回カッチカッチにしちゃいますよ、カッチ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 、オッケーバッチリ取っちゃいましょう、取っちゃって回避できない、とりあえずこれやばい、とりあえず回避した、見えてる、打っていく、オッケーバッチリ、さあやや吹っ飛ばされました、誰も味方がいません、ウタちゃんしかいません、こっちにはこれ一時守るしかない、遅い遅い、羽ついてんだからもっと早く動け、もうね、どんだけ遅いのその羽、よく飛べてるね、その羽の動かし方よく飛べてる、しかもその距離、その地上からの距離よく飛べて、声来た、カイドウ来た、とりあえずここ張っちゃ、張れない、やばい、張りた、張れない、張れた、張れたし凍った、これはいける、うわば無理でした、すいません、ダウンしちゃったか、いやこれ一落としか、これ耐久していきますよ、カイドウから守れるというか見せちゃいましょう、みんなカッチカチしてますかね、これは裏に入って、やばい、それはやばい、それはやばい、ここもうハマりました、強くないこのスキル一応回転率、やばいでしょって話、もう2対1で戦ってますよ、これ回避逃げて、はい、ここうわばでかい、
3時やったか今。ただこれはやばいですね。さすがにやばいですね。ただ1分、残り1分まで行っちゃうよ。カチカチ。はい、オッケー、バッチリありがとう。オッケーオッケーオッケー。見た今こんな感じで耐えられるのよ。工場キャラですよこれ。無理かー。あー、回復負の入ったわ。これ負けるかもしれない。みんなごめん、これやられた。これさすがに無理だ。回避して、いやごめんみんなやられた。いや、ギリギリセーフ。ナイスブーストに入った。いや、ただこれは無理なんじゃないか。あー、ちょっとこれ、あ、回避して、あ、ごめんなさい、負けました。ありがとうございました。にゃー、さあラストフェスゲンの、はい、キング使っていきましょう。この動画だと初めて使うかな。コビーの時使ってなかったら多分これが初めてです。はい、さあ行きましょう。これカウントすこと、はい、でかい。はい、1、2でここで吹っ飛ばして、あとここ取れば勝ちなんじゃないか。でかいな、さっきのカウンターミスったのでかいんじゃねえか。今のは結構痛手だね。心痛くなっちゃうね、それね。リーグに潜ったらやばくなっちゃうやつですねこれね。あ、よかった、危ない、勝ちました。はい、ぜひ皆さん工場キャラクター使ってみてください。ありがとうございました。